意味で怖いっていうのをね、はい、ちょっと私は、はい、じゃあ僕もちょっと水にちょっと、はい、ここでね、はい、話したこともあるんですけども、まあトマホークにね、はい、見ます。はい、どうぞ。和島さん、いや一番ネタにされてる方じゃないですか。だけどさ、はい、最初あったのが TBS の森光子さんのドラマの現場で、はい、楽屋が一緒だったのよ、はい、それで俺も好きだったからさ、和島さんのこと。和島さんやっぱりあれですか、あのボクシングで大切なのはリーチっていうのは大切なんですかねって言ったらさ、あのね、うん、俺はねリーチがないからね、だからこうってこう入ってて便利なんだよ。あ、そうですかって言ったらさ、はい、俺もずっとこう台本読んでたらさ、はい、和島さんがまたずっとかって、俺はさリーチがねえでる、だからさ長いって便利リーチだね、リーチだね。あ、そうすか。また5分ぐらいすると、やはりね、3回やったんだ。俺も怖く、怖いっすね、怖くなっちゃってさ、ね、やっと本番になって、あ、よかったっつって。でやっぱりさ、元ボクサーだから、はい、格闘シーンがあるわけ、はい、それでこう金磨くわけさ、ずっとさ最短距離で打つことをやってたから、はい、もうあこうなんだ、はいはい、そう、あ、立石が来て、和島さん、あ、ボクシングはできすぎる、うん、立石の場合は、うん、ちょっと遠回りで、遠回りでこうすると、はい、こっち側も受けやすくて、こういうふうにあるんだ、はい、わかるみたい、どこねーって、はい、じゃあ本番お願いします、よーしたもう染みついてるんですね。めちゃくちゃおもろい。何度やっても最短距離だね。反応できないのよ、はい、相手も、はいはい、そういうのがあって、で、まあ、和島さんとも仲良くなったんだけど、このロッキー4かな、はいはい、今光栄になっちゃったけど、パンティオンの前で上映会があるって、和島さんがいたわけよ。和島さんとハマース、はい、愛しげるんだもんねーって。和島さんはあれですよね、軽量級じゃなくて、今で言うとスーパーウェルター、はいはいはい、ジュニアウェルターが67キロぐらい、はいはい、あの頃ね、和島さんすごいですよねって言ったらさ、これ俺だとするじゃない、はい、そうそうさ、渋谷のさ道だよ、はい、パンティオンの前の大通りの、あのね、世界のパンティは全然違うのよ、俺が食いつくてディーンって俺もさなんだよお前、渋谷で日本人のパンチはこうだろ、はい、世界のパンチは俺何度も吹っ飛ばされてさねえ、偉いだろう俺怖くなっちゃった、怖いですね、人前でも関係ないんですね、そう、あのままなんですね、あのまんま、あのまんま。それで、はい、和島ボクシングジムから、はい、ポスターいただいたんで、来たんで電話したわけですよ、和島さんとか。そしたら、はいっつって、昔のね和島浩一はね、そりゃすごかったけどさ、今はさ、やっぱり昔の和島じゃないのよ、それをさ真似してくれてさ、いいよね、波に乗れよ、波に乗るんだよ関根君、波に乗ってさ行けよ、だけどな調子こくなよ、怖っ今波に乗れって言ったじゃん怖っ、あれ一番怖いかもな、これ常識が通用しない、怖かった。